皆さんこんにちは、こんばんは、はるです。今回はですね、2021年1月ということで、半年に1回動画を上げている Android のスマホ端末のベンチマークですね、性能ランキングを一緒に見ていきたいと思います。世界中で販売されているスマホ Android 端末で総合的なスコア診断ですね、 CPU とか GPU、RAM、いろいろなこのグラフィックの読み込みの速度とかいろいろなものを測定して性能ランキングというものを出しているアンツツというアプリを使って結果を一緒に見ていきたいと思います。今回はですね、バージョン 8.5.2 を使って見ていきたいと思います。それでは一緒に見ていきましょう。じゃん、こういった結果になってます。ものすごいですね。半年前に見た時は、3位の OPPO Find X2 Pro が半年前は1位でした。今回ですね、60万点を超える端末が5種類出てきております。前回の測定結果では60万点を超える端末は3位の OPPO の端末1つだけでした。2021年1月ですね、1位が Huawei Mate 40 の Pro、読み方はちょっとね、英語なのか日本語なのかっていうのは僕の、判断で言ってきますのでご了承ください。1位が Huawei ですね、 8GB の 256GB、ベンチマークスコアが66万点ぐらいですね。ものすごい、もうあと半年経ては70万点が出てくるんでしょうね。端末の性能の進化がものすごい早いです。2位がロゴフォン3ですね、 RAM が 12GB、 そしてストレージ 128GB で、ベンチマークは63万点ぐらいですね。3位が OPPO Find X2 Pro、 RAM が 12GB、 ストレージ 512GB、 めちゃくちゃでかいですね。すごい性能です。さあ、ここからが、結構新しい端末も出てきてると思います。 iQOO の Neo 36GB のストレージ 128GB、 60万点ぐらいですね。5位に Galaxy、 有名な端末ですよね、 Galaxy Note 20 のウルトラで 5G 対応ということですね。この5位までが、1位から5位までが60万点を超えているものすごくハイスペックな端末だと思います。ちなみに50万点超えている端末は荒野行動や PUBG とかフォートナイトとか、バトル明けの重いゲームとか、今で言うと原神とかですかね、とても重いスマホゲームを快適にプレイするためには、最低、個人的な意見ですけど50万点以上あったら、快適にプレイできるのかなと思っています。それでは6位から、50位ぐらいまでパパッと見ていきたいと思います。6位が Galaxy Z Fold 2 5G 対応ですね、 12GB のストレージ 256GB。 7位 OnePlus 8 Pro、 OnePlus がもう8 Pro まで出てるんですね。 12GB の 256GB、59万点です。8位が Mi 10T Pro 5G、 8GB のストレージ 128GB、 58万点ぐらいですね。9位 OnePlus 8T、 10位が Black Shark 3 8GB プラス 128GB で57万点です。で、11位が Black Shark 3 Pro、 こちらは、ゲーミングスマホですよね。11位です。12位に Galaxy S20 FE5G、 57万点ですね。13位 POCO F2 Pro 8GB の 256GB ということで、ここまで見た限り、やはりね、今中華系のスマホがかなり、高性能の端末をどんどん出していってますね。ソニーがまだ出てきていないというのが、悲しい気持ちもありつつですね、早く出てきてほしいという感じです。14位が Mi 10、56万点です。15位 Galaxy S20 Plus 5G 対応ということで、 RAM が 12GB のストレージ 128GB、 55万点です。16位17位18位 Galaxy 端末になってます。そして19位 iQOO Z1 ですね、51万点。20位に再び Galaxy S20 の 4G、 8GB の 128GB、そして51万点ぐらいですね。さあ、どうでしょうか、皆さん。ここまで見ていて、自分が今例えば使っている端末、あとゲームをプレイするために使っている端末で
入ってきてますか？20位以内に、次の21位ギャラクシー S20FE の50万点ですね。この21位までが50万点ということになります。まあ、もちろん40万点台で以上であれば重いゲームもまあできると思うんですけど、ゲーム自体もね、アップデが繰り返されていってどん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 重くなっていくので、今後買い替えをおすすめするのはやはり50万点以上いっているものだと、まあ、長く遊べるのかなと思います。ゲームもね、グラフィックどんどん重くなったりしていきますので、今買い替えるんだったら、まあ、なるべくはこの21位までに入っている端末の中から、選ぶことをおすすめします。ここからは40万点台のスコアになります。22位 Realme X2 Pro ですね。23位も Realme X3 Super Zoom という端末になります。49万。24位に Huawei P40 Pro 5G が入っています。25位、 Logphone の2ですね。こちらゲーミングスマホだったと思います。48万点です。26位、 Huawei P40 5G、 48万点ですね。27位、 Redmi K30 Ultra。 28位、 Huawei Mate 30 Pro。 29位、 Galaxy S10 Lite。 30位、 Galaxy Note 10。 46万点で30位です。ここから31位、 Mi 9。 32位、 Galaxy Note 10。 33位、Mi 90 Pro。 44万点です。34位に Redmi K20 Pro、 43万点。35位に Galaxy S10。 36位、 LG ですね。 LG もまあ日本では最近ではまあ有名だと思います。聞いたことがある人も多いと思います。 LG V50 ThinQ 5G という端末ですね。41万点のスコアです。37位、 Galaxy S10e。 38位、 Galaxy S10 ですね。39位、これは確か、ホナーでしたかね。ホナー20 Pro、 40万点。これはですね、おそらくファーウェイと同じ会社、ファーウェイの会社だったと思いますの端末ですね。ハーウェイの端末、ホナーだったと思います。39位ですね。40位、ハーウェイ P30 Pro、 40万点。41位、ホナー30。42位もホナー。43位、ハーウェイ40万点ですね。44位、ハーウェイ Nova5T 40万点ですね。さあ、50位までで終わりたいと思いますが、次の45位、ハーウェイ Nova7 で40万点は終了となります。総合スコア40万点はこの45位までですね。ここから下は40万点を切ってしまいます。まあ、ただ Android の良いところは、使用目的によってとても種類の多い数の中から、値段も考えて自分の使いたいものを選べるのが一番 Android 端末のいいところです。例えばゲームをしない人だったらカメラの性能がいいものを選ぶとか、ゲームをしない、写真も撮らない、ネットだけ見れればいいんだったら格安のスマホを選べばいいし、選択肢が多数あるというのが Android のいいところです。ベンチマークが低いからといってダメなスマホとかではなくね、ゲームもしないのに15万とかね、12、3万のスマホ購入する必要はないと思うんですよ。だから選択肢の多い Android、 めちゃくちゃ僕は好きです。さあ、47位、 LG G8X ThinQ ですね。18位、 Poco F1。 Poco というものがね、最近からよく聞くようになってきています。49位、 Mi 8 35万点。そして50位、ここで終わりたいと思います。 Galaxy Note 10 Lite 33万点です。さあ、どうでしょうか。ここまでが2021年1月ですね。現時点でのアンツツベンチマーク総合スコアトップ50になります。さあ、どうでしょうか。今例えばゲームとかされてる方、スマホでゲームしてる方とか、この50以内に自分の端末入っていましたか。もしね、カクついてプレイがなかなかうまくいかないとかね、あれば、今後の買い替えのね、参考にしていただければいいかと思います。もう一度言いますが、個人的なおすすめは、まあ、50万点以上ですね、あれば、まあ、2年ぐらいは買
快適に遊べるんじゃないかと思います。まあ、もちろん Wi-Fi 環境とかもそうなんですけど、まあ、端末のね、性能が高ければ高いほどゲームは快適になりますので、個人で何を重視して購入するかですよね。カメラの性能なのか、ストレージの大きさなのか、グラフィック GPU の性能なのか。でまあ、この総合評価ベンチマークを見て総合的に良いものを買いたいとかね、もちろん値段も関係してくると思うんですけど、まあ、このランキングを参考にして、まあ、初めて聞く名前とかもあると思うので、初めて聞いた端末をチェックしてみて、あと値段見て、値段と、まあ、性能でね、コスパの良い商品を選んでいければいいかと思います。次の動画でですね、まあ、個人的に50万点以上のもので、ね、値段の安い、総合ランクは高いけど値段が安いといった端末を3つぐらい選んで紹介できたらなと思ってます。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。